はいどうも、皆さんこんばんは、モッティです。さあ、今日もやっていきましょう。ポケモン金銀 VC 版、よろしくお願いします。いよいよ、来ました、ここ。焼けたと、譲渡に帰ってきました。謎の大火事で焼けました。危険なんで、近づかないでください。はい、わかりました。いよいよ、まあ、この時がやってきましたって感じですね。まあ、大体、関東のジム全部突破してから行こうかなと思ったんですけど、思ってたんで、まあ、このぐらいの時期にはなってたんですが、とりあえずは、どうします？とりあえずは焼けた塔でぶっ壊して、まあ、先に進んでいく感じでしょうね。まあ、この辺のトレーナーは本当にサクサクやっつけられると思うので、とりあえずカットカットで。あ！燃え尽きた。真っ白に。本当に燃え尽きちゃった。かわいそうに。で、とりあえず、スピーダーもらって、で、いよいよ、ここに落ちるわけだ。せーの、ひょん。こんにちはー。こんにちは。あ。あ。お。お。お。わあ、どっか行った。あー、おーい。おー、みんなー。完全にどっかへ消えてしまった。これによって、いよいよ三剣解放。三剣の徘徊イベントスタートといった感じですね。まあ、とりあえず三、あ、落ちちゃった。三剣は、まあ、実は、また、後日にしようと思ってて、と言っても、まあ、明日か明後日ぐらいですけど、まあ、ちょっと今日は別のポケモンをゲットしに行こうじゃないか、というふうに思いまーす。エンジュには西と東に二つの塔があったらしいが、あったらしいが、どうした？二つの塔に二匹のポケモン、しかし、塔が一つ焼けて以来、ポケモンも飛び立ったままじゃ、マジか。鈴の塔が揺れました。きっと一番上にポケモンが戻ってきたのです。本当に地震じゃないのは、こんにちは。鈴の塔はエンジュのジムバッジを持つ者だけが登れる神聖な塔。おお、それはエンジュのジムバッジ、どうぞお取りください。もうちょっと若干カビ生えてるかもしれないですけどね。さあ、ということで、やってきました。鈴の塔でございます。いやー、鈴の塔、金バージョンで僕登るの初めてなんで、ちょっとワクワクしますね。なんか銀バージョンで登ったような気がしたりしなかったりなんですけど、ほぼほぼ記憶ないんでちょっと楽しみ。伝説のポケモンが舞い降りると伝えられています。もう、行くしかねえな。よし。じゃ、とりあえずは、せっかくだしさ、ちょっとノーカットで行ってみます？結構ここギミックが面白いじゃないですか。そういう意味では、味わわないと。そういうところを味わえるゲーム実況動画を作らないと。だいぶね、割とこう、道中とかサク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 切りまくってるんで、まあ多分そっちの方が動画だと見やすいかなと思ってそうやってるわけなんですけれども。さあ来た！これね。一方通行入荷ですよ、これ。これこっち側から、なんつうの、なんか、なんつうの、レゴブロックみたいなさ、やつがあるじゃん。縦に。ダイヤブロックかな、どっちかっつうと。の方にしか行けないっていうね。まあいわゆるやつですよね。あー、懐かしいな。この懐かしいぴょんぴょん。あー、主人公がぴょんぴょんするんじゃー。ああ、主人公がぴょんぴょんするんじゃ。さあ、こっからが、覚えていない僕は。覚えてない。とりあえずアイテムに釣られてました。はい。僕アイテムに釣られました。ハイパーボール。ちなみにハイパーボールはめちゃくちゃいっぱい持ってきてるんで、多分大丈夫だと思うんですけど、いい傷薬。とりあえずはまあ、ちょっとワンフロアワンフロアしっかり全部回っていく方向性で行こうかな。おっと。これが、穴抜けの紐はいいですね。はい。こんなもんですね。とりあえず、ここのフロアは、おし、階段が3つあるぜ。左上に来たぜ。んで、こうですね。はい、合ってますね。なんか、変なイベント発生したかと思った。んで、こっち側ぐるっと回って、この床はなんでこの床なんですかね。それはいつも疑問に思ってるんですけど。橋なんですかね。何かの。はい。お、近づいてきたんじゃないですか。あ、今度ワープ床ですよね。ワープ床とかあったなぁ。なんかいろいろこう、とりあえず詰め込んでみましたみたいな感じですよね。でも楽しい。こういうギミックがあるね、ジムは。ほんと楽しいんで、普通にそのまんま、ここですよね、確かね。ワープして、あ、こっからワープ床の連続ですね。んで、本当にね、もう子供の頃の記憶を頼りに動いてますからね、これ。怖いな。これ、ここスルーじゃなかったっけ？違ったっけ？あ、違った。アイテムがあっただけだった。回復の薬。いや、でも結構強いアイテムいっぱい落ちてますね、鈴の塔ね。こんな、いいアイテムいっぱい落ちてていいのかくらいな気持ちですけど。あこれは、レポートをしないと。よし行きますよ。わぁ。これがあれなんですね。伝説のポケモンなんですね。チャッチーですね、グラフィックが。行くしかないですね。よし。しゃー！おー！
いや、鳳凰って僕ね、実は捕まえたことないんですよ、今まで。そんなことないっけ？銀の時に捕まえましたっけ？昔。もう、あんま記憶ないんだよね。ガブモン、とりあえず、なんかでもさ、波乗りで落ちそうじゃない？ちょっと怖くない？ちょっと、いや、でも、いや、さすがに耐えるか？大丈夫だと思うんだけどな。まあ、一応さ、電車張りたいんで、ちょっと電車だけ張りましょう。電車。風起こし。おっと、タイプ相性ご存知ないですか？え、鳳凰ってあれだよね。聖なる炎、自己再生、風起こし、あとなんだ？神秘の守りとかでしたっけ？なんか割とこう、金銀の順伝って神秘の守りのイメージ。おわー、結構削れたな。体を茂めて、うらららら、いいよ、いいよ。円盤。多分円盤はギリギリだ、大丈夫だと思う。大丈夫だと思う。はい！お、いや、綺麗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 、いいよ、いいよ。聖なる炎来た！うわー！この頃の聖なる炎は特殊。あ、でもこんなもんなんですね。なるほどね。火傷は引かないと。これ、いっちゃうんじゃないのか、あっさり。意外とあっさりいっちゃうんじゃないのか。確率も、まあそこそこありますけど、言うてやっぱさ、大会順伝とかに比べたらさ、おーしー今更神秘の守りなんてあったって遅いですよ。え、これもう時間の問題でしょ。あ、これ勝ったわ。いやー、こんなあっさりね、禁伝ポケモンをね、捕まえられる。マジで。聖なる炎を。耐えるか耐えるか大丈夫、大丈夫、大丈夫。うわー、やけど、まあまあまあ、やけど、サマリやけどですからね、しゃあないですね。これさ、ボール投げ続けたらやけどのダメージ食らわないんじゃなかったっけ？違いましたっけ？そんななかったでしたっけ？確か、うわー、あ、そんなことない。そんなバグがあるのは初代だけみたいな。マジか。まあいいや、でも、聖なる炎を受ける分には、もう全く問題ないし、残りの技があれなんでしょう、風起こしなんでしょう。絶対こっちが崩壊することはないんで、で、よしよしよし、大丈夫。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。これ、回復封じ使いてえな。回復封じなんて技はないですけどね、これ、ポッチも。ちょ、どうにかなんないかな。なんないかな。いや、あれ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 れ、おかしいぞ。何回行けは。おーく、ピピ切れたになって。さすがに、使い切るぞ。嘘だろ。で、もうちょっと、50個ツアーボール使う。これ無理でしょ。あと3つしかないんだが。マスボルギアに取っときたいんだけど、マジで。嘘だ、マジで。マジ、どんな確率だよ。嘘だろ。マジで言ってんの。え、何パーセント引けてないの俺、本当に。嘘やん。もうワイパーなくなったんだが。ハイパーボール、ラス1なんですけど。ああ！いよいよ。いよいよだ。俺もいよいよだぞ。俺も尽きるし、お前も尽きるな。マジで。ラストじゃん。ラストじゃん、これ。ラストモンボなんですけど。嘘だろ、マジで。信じらんねえ。信じらんねえ、マジで。マジで信じらんねえ。目の前真っ暗レベルじゃねえ、これ。いやー、ね。いや、なんか、いや、鳳凰がゲットできなかったから落ち込んでるだけだと思うでしょ、みんな。あのね、さっきハイパーボール53発投げて、まあ、捕まらなかったわけじゃないですか。ちょっとさすがにこれはねえなと思って、ちょっと気分転換にポケモン GO しに行ったんですよ、今。で、したらね、すーごい珍しく地元のジムに、
雷光がね、2匹出たんですよ。出てたんですよ。あ、これはやるしかねえっつってさ、今日休日なんで、人も結構集まってるから普通にポンとできたんですね。で、まあ、2体ともチャレンジして、ボール21個投げたんですよ。で、ボール21個投げて、で、全部金釣りの見つかって、金の釣りにね、使って、カーブ判定が出るカーブボールを投げて、かつ全部グレート判定の中に収めたんですけど、2体とも逃げられまして、ちょっと正直、めちゃめちゃ俺今心折れそうってか折れてますね。正直信じられなくないですか？なんすかこの運って思って、あまりにも信じられなくて俺今確率計算したんすよ。たださ、雷光の方は 95% の人は捕まるらしいんですよ。 95.何% でだ 5%4.何% の方を引いて、でさっきのじゃあ鳳凰もじゃあついでに計算しようと思って計算したんすよ。したらさっきの鳳凰に関しては 92% の人は捕まるん。8% 引いたんですよ、僕。信じられなくないっすか？なんて日だってマジで今日のこと言うんじゃないの、本当に。小峠もハゲるわ。マジで。頼むよ。なんか、ね、で、やっと引いた。ハイパーボール多分106個、スパボ5個、モンボ7個、もろもろ。ちょっと各自で読んでください。はい。ちょっと、鳳凰なんで、ちょっとニックネームは、なしで。伝説だからね。いやー、マジかー。今日ほんとやべえわ。なんだこれ、今日。なんだこれ。なんだこれとしか言えないよな、もう。俺もう若干涙目だもん、俺今。ポケモンってこんなゲームだったっけ？ああ、とりあえず、どうしようかな。もう今日の動画は多分、とんでもないひどい動画になってると思いますけど。まあ、ある意味で、ポケモンのリアルが伝わればいいかなとも思うんで。まあ、なんつうか、なんか、こういう動画も、まあ、365日毎日動画上げてたら、1日ぐらいはあるわなって、思っていただけたら、幸いです。はい。ということで。ご視聴いただきましてありがとうございました。そのアイテム取ったら帰ります。さようなら。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。最近急激に寒くなったり、暑くなったり、また寒くなったり、暑くなったり、まあ、かなり体調が不安定な時期ですが、今年はポケモン GO をやってるから、それがどれぐらい抑えられるかっていうのをちょっと自分で注目しながら生きてます。はい。あったかくして寝ろよ。